あのチキンラーメンがビタミンカルシウムをこんなに強化したんですね。なるほど、チキンラーメンも健康志向、粗挽き胡椒もピリッとチキンも出ました。どこじゃどこじゃ、肝と作りはどこじゃ。じっくりと丹念にうまさ極めた肝と作り、菊政宗から新発売。水曜夜8時は新番組、そこを歌の大辞典。恋は歌でつなごう、時代と時代、昭和の懐かしいヒット曲と最新のヒット曲のトップ10を毎週同時に楽しめる歌番組です。お楽しみに。問題、マジカルなぞなぞです。普通物を拾うとき手は下に伸ばしますが、手を上に伸ばして拾うのは何？雲。あ、違う。雲を手で掴む、ね、なるほどね。ただ拾うもんですから、拾うですから、ね、手上げて、ヘイ、タクシー、タクシーだったりするわけです。謎謎ですから、ね、何見えさんたちまいります。問題、穴埋めシャウトです。綺麗に剃りましょう。部長いけ。おお。リーチになります。丸見え森、近畿頑張りましょう。参ります。どうぞ。問題、逆さまククです。次の答えになるククを言ってください。四十八。六番。はい、六番です。はい、先生お答えになりました。さあ森さん、どうぞ。問題、映像紛らわしい三択です。正しい自由の女神は何番、番号で答えてください。3番。右手に松明を持っているのが本当の自由の女神、独立宣言書は左手です。はい、参りましょう。どうぞ。問題、音楽シャウトです。次の曲を歌っている歌手名を当ててください。田中浩二。はい、よっしゃ。こちらの皆さんです。問題、超インスピシャウトです。頭にあのつくと、アマド。さあいいですか、アマラチームチームは交代してくださいよ、選手を。はい、はい、参りましょう。2ポイントですが、リーチです。参ります。どうぞ。問題、ないもの探しです。おバカさんよね。はい、はいはい、歌ですか。はい、私バカよね。おバカさんよね。はい、私バカよね。はい、田崎さん。私バカよね。はい、おバカさんよね。はい、田崎さん。私バカよね。おバカさんよね。はい、マルシアさん。私バカよね。はい、おバカさんよね。私はおしゃれなシャンソンに。私の彼は左利き。別に私じゃないと。なんだよ。私って。我は海の子。違うかな。違います。矢切りの私。なるほど。私こったの。初めて。漫画の歌。はい、漫画の歌。はい、さあ、ダダダーかな、ダダダダーン、マンゴーの歌、マンゴーわーうまいとかじゃないか。さあ、それでは歌っていただきましょう。万歳、君に会えてよかった。ないや。はい、ということで、はい、誰にも伝わりませんでしたので、ね、伝えていただきます。
ただくアートはこちら。はい、シャッターします。シンプルにでっかく伝えてくださいよ。これシンプルですか。お、これをなんとか。いいですね。アートスタート。何今の。この上江川さん、はい、問い箱、うん、はい、タンス、タンス、なんだろう、お家、お家、ランドセル、ランドセル、シャチホコ、お餅、お餅、はい、何を怖がってるの、怯えてるんですか。それどうやってトーストとパンを焼いてる。え、全然違う。っていうことは、こういうことは分かった、犬は名犬ハチ公。おお、いや、まあ確かに馬下手な問題じゃないから、ちゃんとね、尻尾もあるし、尻尾でもじゃあ最初からダメだもんね。最初からどういう食パン多いってどうするんですか。もうというわけで、一人しか触りませんので5万、はい、5万。こちらです。はい、シャッター閉めて。どうした。はい、参ります。アクションスタート。何ですか。ダブトゥさんよ。オットセ。惜しい。アシカ。そう。ありがとうございます。3人来ておりましたので15万皆さんに差し上げます。はい、歌っていただくのは歌です。はい、こちら、はい、知ってますね。はい、はい、スタート。母さんお肩を叩きましょう。ダンドンドンダンドンドン。母さんお肩を叩き
きましょう。トントントン。あ、アクションなしです。トントントン。はい。母さん、お肩を叩きましょう。わかる？タントン、タントン、タントントン。はい、松村さん。赤い赤い赤い仮面のブイスに赤い赤い赤い仮面のブイスに赤い赤い、え、なんたら節とか言ってる。なんとか節節。はい、ひでちゃん。花咲か咲いたプチ。私の私のカレーは虫じゃない。佐渡へと佐渡へと草木もなびくよプティ赤い赤いって聞こえたんですね。うん、あ、その後からなんとかブシーって聞こえたんですよ。ブシかブシプチじゃない。さあ歌っていただきましょう。赤い赤い赤い仮面のプリスリーあ、赤い靴履いてた女の子。母さんが、あ、違う母さん、お肩を叩きましょう。はい、どん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 。15万差し上げます。使わせていただくカードはこちらです。はい、シャッター閉めて、はい、シンプルに的確にお伝えください。アートスタート。はい、北野さん。
この人だよな。クマネチ。ほう。親知らずが痛くて、うん、踊ってる人なんですか。こんなことして、うん、クマネチ。それは何？盆踊りですか？お口内炎ができて。口内炎ができて。痛くて。暴れているコマネチ。ここもおじさんが問題だったんですよ。ちょっとこれアドリブだったんだけどな、それで失敗しちゃったよな。全部コマネチになっちゃった。こうやって踊ってたんだろ。ああということは、ハニーちゃんの阿波踊り。こうやって踊ったらピエロ違う。これは多分笑顔だと思うんですよ。笑顔でこれってことはラインダンス。わかりました。はい、ゆみちゃん。はい、はい、コサックダンス。何も伝わってなかったんや。これはすいません、言ってあげてください。皆さんにすいません、エアロビクスでした。あはい、残念でした。仕事しなさい。いただくのは今度はフレーズです。こちら、どなたでもござる。はい、参ります。アクションなしです。アクションはしないでください。手を上げて横断歩道を渡りましょう。はい、ダメですよ。口だけ、リップだけです。手を上げて横断歩道を渡りましょう。はい、手を上げて横断歩道を渡りましょう。手を上げて横断歩道を渡りましょう。手を上げて。はぁ、うるさいよこれ。フレーズって何？あんた、あの子の何なのさ。あんた、あの子の何なのさ。はい。あんた、あの子と何なのさ。はい、中さん、江川さんに。わからん。危ない。加藤さんが引かれた。網で取ったタコ。網で取ったタコ。網で取ったイカ。アメリカ。アメリカ。アメリカ。どうぞおっしゃってください。網で取ったタコ。網で取ったイカ。なるほど。危ない。加藤さんが引かれた。伝わりました。あんた、あんた、あの子と何なのさ。あ、違う、ちょっと違うんだよ。ちょっと違う、ちょっと違う、ちょっと違う。お前バカ。はい、どうぞ。あんた、あの子と何なのさ。違うんだよ。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。こちらです。はい、シャッターしません。ところどころマジック出るのかな。あのね、出る。あー、かわいい。違うことをし、いや、出るかなと思って。アクションスタート。アクションスタート。アクションスタート。まだです。はい、よく見て書いてください。はい、決して叩いてください。はい、皆さん書いてください。書いてください。書いてください。
師匠のとこで、はい、絵がガラッと変わったと思うんです。これはひよこ。何の歌？なんかお面。お面。ここがポイントだと思うんです。ゾウ、ゾウさん。ゾウさん。ゾウさん。さあ。絶対ここで変わってる。出ました。なーしたこれ。誰の歌にこうやって、ああそれを書こうと前に終わっちゃったからこうなっちゃった。あ、シャッターが閉まったから。リボン。リボン。カマキリ。だってほら、これだね。毛虫。あ、違う。二の虫。津田さんが、この日本になったのはおじさんに絵心を持っちゃったの。はい、失敗だけです。はい、10万差し上げます。伝えていただくアクションはこちらです。はい、シャッター閉めて。せっかくにね、時間がありませんから参りましょう。アクションスタート。蛇使い。続いて伝えていただくのは歌です。はい、いいですか、はい、それじゃあ大きな口を開けて参りましょう。スタート。メリさんの羊、羊、羊。さすが演技派。ここからは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。あの頃私は毎日のようにファッション誌のヘアスタイルを作っていました。パーマ、カラー、ドライヤー、傷んだ髪には上質のトリートメントが必要だと私は痛感したんです。ビダルサスーンのトリートメントは傷んだ髪を内側からケア、しなやかさを蘇らせサスーンクオリティの髪を作ります。トリートメントで髪に自信を持たせてほしい。プロの実力、ビダルサスーン。 P&G です。プリングルズから脂肪分3分の1カットのライト新発売。断然差がつくあっさりチープさ、開けたら最後 You can stop。プリングルズライト新発売。私に勝ったらジューしていいよ。え、本当？だってニキビ直したんだもん。クレアラシルはしっかり油を吸収し乾燥させて直しちゃう。クレアラシル毎日カット。今夜ちょっと痩せて撮ってよ。背がつくね。やばい。麦焼酎いいとも。コンタクトが汚れてるってことは目もほら汚れているんですよ。そこでアイボン、このようにカップにちょっと入れパチパチするときれいになって眼病予防にもなるんです。すっきりしたでしょ。アイボン。かぶれにくいにこだわってサラサーティコットン100は作られています。天然コットン 100% だから刺激の少ないシートです。
だからかぶれにくいんですね。サラサラのサラサーティコットン100。参りましょう、スタート。メリさんの羊、羊、羊。さすが演技派。メリさんの羊、羊、羊。はい、残った。メリさんの羊、お、OK が出ました。あ、いいじゃん。メリさんの羊。ナンバラじゃん、嬉しそう。メリさんの羊、はい、羊、はい、メリさんやばいかな。ベン・ジョンソンがベン・ジョンソンが走ってベン・ジョンソン、はい、ダンベさん、ベン・ジョでダダダベッドで、あっちへ行って。はい、皆さん、ところさんに。ベッドでーす。はい。ところさん。わー、じゃあ結んで開いて。あー。勘よかった、今。結んで開いて。む、そのジャンルだったよ。いや、だって。ぷぃー打てましたよ、最初。ぷぃーよ。ダメですよ、ダメですよ。歩こう。どうかな、これは。うさぎ美味しい、かのやま。ベン・ジョンソンって。後から考えたら、多分、咲いた、咲いただったのかなと思って。メリさんの羊、羊、羊。はい、そうです。でも、まあ、伝わりましたから、1枚だけ。100人聞いたら1人しか答えませんでした。大事に聞きたいと思います。次の問題はこれです、どうぞ。新宿で聞きました。親子で活躍中の有名人といったら誰？高島忠夫、正信、正弘。高島親子、高島忠夫、杉花代、高島正弘、正信親子。29人。梅宮達夫さんと梅宮アンナさん。梅宮達夫、梅宮アンナ親子。11人。辺見マリ、辺見エミリ。辺見マリ、辺見エミリ親子。9人。尾形健さんと尾形直人さん。尾形健、尾形直人親子。7人。石田一生と石田純一。石田純一、石田一生親子。6人。以上、5位までをヒントに1人しか答えなかった有名人を当ててください。今回アニメはありません。お書きください。すでに離婚しててもいいの？親子です。答えを一斉にどうぞ。関口宏親子。ここです、これです、これ。あ、息子さんですか。はい、ありまして。松本幸四郎。松高子。松高子。はい、浜優子親子。はい、浜川さんと前久間真希プロズ。そして高松秀夫さん親子。親子。鍋おさみ、鍋やかん。はい、はい、鍋やかん、一緒です。宍戸城さん、宍戸海さん。はい、南豊和、南やろう。あ、一緒だ。バーブさだけのデーブ北欧。どこが、どこがお前やっけ。親子やること長いの？そして、一郎父郎。一郎父郎。猫八子猫。いいでしょう。どうですか、しんすけさん。ズバリでしょ、これ。自信がある。あります。マニアがいます。マニアがおる。猫マニアがいます。ねえ。さあ、では行きましょう。答えはこれです。親子で活躍中の有名人といったら誰？双子山親方と若の花、鷹の花。双子山親方、若の花、鷹の花親子。5人。マイクマキとマキクロード。マイクマキ、マキ
クロード親子4人、巨人の長嶋親子、長嶋茂雄、長嶋一茂親子4人、三國連太郎と佐藤浩一、三國連太郎、佐藤浩一親子4人、宍戸城と宍戸海、宍戸城、宍戸海親子3人、加山雄三さんと山下哲夫さん、加山雄三、山下哲夫親子3人、野村監督と野村克則、野村克也、野村克則親子2人、西川清と西川博さん、西川清、西川博親子2人、松本幸四郎と松たか子、松本幸四郎、松たか子親子2人、金田正一と健一、金田正一、金田健一親子2人、原十郎と大鶴ギタンさん、原十郎、大鶴ギタン親子2人。さて正解は次の方々です。鍋おさみと鍋やかん、鍋おさみ、鍋やかん親子1人、中村芽衣子と神津環奈、中村芽衣子、神津環奈親子1人、南春夫、南豊和、南春夫、南豊和親子1人、江戸屋猫八子猫、江戸屋猫八子猫親子1人、船越英二と船越英一郎、船越英二、船越英一郎親子1人。というわけで正解は以上5組でした。人間すごいね。クイズをやってたジンスタとは別のスタジオでございます、ね、うん、はい、このスタジオに巨大なスゴロクをセット用意いたしました。そしてこちらはね、超有名人、人間スゴロクの駒になっていただきます。はい、ジンスタの皆さんと掛け合いをしながらですね、はい、2年中継で進めていきたいと思います、はい、ジンスタ藤井アナウンサーよろしく。はーい、藤井です。元気だな。こちらですね、ジンスタもこのクイズに関係があるということで、皆さんぼーっとしてられませんよ。戦々恐々としております。こちらジンスタも盛り上がってまいります。よろしくお願いします。ではどうもさん、最後お願いします。レンジャーゲーム、もう姫さん、お願いします。2かな、2です、2です、2、はい、じゃあ2マス進んでください。はい、ただ私と久本がやる司会のコーナーですから、ただ単に進むのはございません。出た目、出た目にはある指令があります。そして2の条件、うん、ドン、巨大放射を破裂するまで持つ、できれば3マス進む。うわめっちゃ怖い、これうわー、うわー、怖い、お願いします。はい、6の目はこれだ。うなぎを一気に背中に入れる。おしゃれが足りないぜ。What are they doing? Get out of the way, mate! Hey! What are they doing? What are they doing? おしゃれなワゴンにはトランパス SW だ。Thank you, sir. 決まっただろ、東洋タイヤ。東洋タイヤ。命の原点を見続けたい。日医はマイカルに変わりました。ドキドキ楽しい心地いい、マイカオ。行ってきます、いただきます。君を大きくする力、おいしさ新鮮丸大食品。
ウインナーは今製法で選ぶ時代、特定ジャス認定、しっかり熟成、しかも二段仕込み、製法が違う、うまさが違う、マルダイ燻製屋。いい仕事してますね。ゼブラボールペンジムニー、握っていいから疲れない、ジムニーボールペンはゼブラ。ゼブラボールペンジムニー、握っていいから疲れない、ジムニーいいから、ジムニーボールペンはゼブラ。6の目はこれだ。いやー、これはでも岡村大丈夫じゃん。これちょっと待って、入れたまま、入れたままずっと進むんですか、うん、そういうことやね、そういうことや。うわー、岡村断ってもいいのよ。いや、断る意味あんまりないですからね。そうやな。こんなんすごいや。だからはっきり言いまして、6出たらうなぎよ、うん、さあ行きましょう、どうぞ。6出るな、やめてよ、やめて、本当にやめて、やめて。1だ1。お、電話番号を聞いてきた異性の芸能人を言えば進めるよ。はい、言いますか、はい、言いますか、言ってください、誰ですか。さんまさん。さんまさんか、はい、そう、でもあの一緒にラジオやっているので、はい、あ、なるほど、はい、問題なし、はい、やった、はい、お願いしました、やりました、はい、うなぎ出ろ、うなぎ出ろ。いや、今うなぎ出ないだけだったよ。うなぎ出ないだけでしたよ。自由にメイクさせる。断ってもいいのよ。いいですよ、いいですよ。これ進めるんでしょ。進めます。はい、いや、進まない。いいんですか。男らしい。たけしさんもさんまさんもありがとうございます。男らしいね、ひまちゃん。今もう思いっきりやらさせていただきましょう。いいですか、ゼロさん。あ、はい、オッケーですか。いいですか、うん、自分で見てみます。では、どうもさん、最後、はい、どうもさん、お願いします。1、はい、1出ました。はい、1出してください。はい、で、6の指令をする。うなぎやん、うわ、うなぎやん。それはきついやん。やめやめ。そう、人気大好き、すごい。やりますよ、そんなん。上司やん。あんたん、あんたん、君がうなぎを入れたらこいつの寝虫じゃなくなるんだ。いくよ、いきますよ、ほんといくよ、ね、いいっすよ。うわー、おっきい。入れます。入った入った入った。どう、どんな気分。気分はトロピカルですね。いきますね。あ、6ダン18。クイズに答えろ。正解すれば1個進む。はい、クイズです。競馬を管轄するのは農林水産省、では、ラジオ体操を管轄するのは何省。体育省。わ、マジか。優先省。はい、じゃあ、のりちゃん。はい。うわ、動くな、動くな。1出るな、1出るな。あ、6出るな。わさび、わさびたっぷりの寿司を食べれば、3つの、これいいや、泣くよ。これな、これ物には限度っちゅうものあるよ。でもちょっと様子見た方がいいよ、ちょっと食べてみて、うん、いっちゃえ、いっちゃえ。大丈夫、大丈夫、いきます。いけ、食べてみてよ。せーの。よし、だ、はい、みんないけ。どうした、笑い出したんで、笑い出したんで、笑い出したんで。
これすごい、ちょっとすまんね、ちょっとこれすごいわ、ごめんなさい、私が一番なんか、お前来たな、前までブロックしよった今バラエティ偉いな、やっぱこれがねバラエティ日本や、はい、お姉さん、みなはれみなはれや、みなはれや、これがお姉さん日本へ行ったすごいな、どうトロピカの味がするさあ、じゃあ続いてはよし、うなぎ大変やな、今動きおるんですよ、クイズだ、怖いな、クイズ世界ランキング上がり、上がるよ、国民の祝日、一年で一番最初の祝日は元旦、では最後から2番目の祝日は何、こいつ笑ってんなよ、こっちは大変やねん、お前は分からんやん、えお前分かんの、え分からんもん勤労感謝の日、お前分からんやん、偉いぞ、うなぎの会社、うなぎの会社いきます、はい、せーの、はい、13、はい、ドン、ラップ越しにキスをする、できるのかな、さあラップ越し相手は誰でしょう、どうぞ、 G スター藤井君、こんなにたくさん豪華メンバーがいますけれども、はいはい、加藤のり子ちゃんに似合う相手でね、そうですそうですそうです、お似合いでないといけないんですからね、松村君行きましょう、ラクラク青の YG、 かっこキメキメ赤の YG、 メイジャーチェンジ、2つの YG 出た、何何、カルシウム牛乳 1.5 本分、ビタミン B1 B2 がほうれん草1束分、やっぱりチキンラーメンですね、すごく栄養、日清チキンラーメン、おやおや、ピリッと美味しいチキンラーメンが出たんですね、粗挽き胡椒をたっぷり入れて、麺もスープも特別仕立て、粗挽き胡椒のピリッとチキン、新発売、ゼロシュガーレスチョコゼロ、美味しいんだよね、これ、40% カロリーカットして新発売、体に優しいシュガーレス、ロッテ100円タイプ出ました、ホワイトとビター、優しく編んだチョコレート、あ、ほどけてく、さらに美しく、ロッテのサシャ、ロッテチョコレート、ここまでは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました、綺麗になりたい、でも我慢しない、綺麗になりたい、もっと食べたい、だからリミットがある、明治から砂糖不使用ミルクチョコリミット誕生、やってみる、これなら許せる、飲みやすい、エッティっていうか後味がいい、エッティっていうか、三段熟成で爽やかテイスト、日課ウイスキーエッティ登場、はっきり言え、美味しい、エッティ、松村君行きましょう、松村さん、では松村さんそちら行きます、はい、わかりました、あの言っとくけど断っても大丈夫だからね、どうします、
相手は松村、ラップ越しにキスをします。これです。時間は2秒間。ただし断っても構いません。断る場合、理由を述べてください。いや、理由は獣。もう正当な理由だね。あれ、終わりですか。終わり。そんなことないですよ。あの、ずっと来たのに僕。今からでもいいんだけど、森さん。もういい、はい。もう。これぐらいの冠婚葬祭に関するですね、常識は持っていていただきたいということで、この常識クイズに挑戦をしていただく、はい、さあそれでは早速参ります、はい、クイズ冠婚葬祭。結婚式で帰り際に来客に贈られるものを何という。うん、さあさあ小石君早い。どうぞ。粗品。粗品。さあ祝って、うちがついてます。秀物。正解です。もともとは平安時代馬と引っ張ってきましてプレゼントした、それがその引き出物という言葉の始まりなんだそうですけど、では続いていきます。参りましょう。クイズ冠婚葬祭。おめでたい時に渡すのはご祝儀、ではお葬式の時に渡すのは。さあ、はい、菅野美穂ちゃん。お悔やみ。ん。安原さん。香典。当然そうですね。出棺の日やお通夜の時に送るということだそうですけれども、では続いていきましょう。クイズ冠婚葬祭。別れる、切れるなど結婚式で使うのを避けた方が良いとされる言葉を何言葉という。早口言葉。さあ、ひでちゃん行きましょう。女言葉。そしてさあ、かなこちゃん。男言葉。わあ、男言葉でした。あれ、出ませんでしたね。意味言葉。そう、意味嫌われる、ね、そういうことです ね、 いいですね。はい、別れるとか切れるとかね。あ、残念。あるいは次々またまたこういうのはいけないそうです。ではいきます。クイズ冠婚葬祭。妊娠した女性が役所でもらう手帳といえば何手帳。さあ、早かったのは加藤美穂。母子手帳。健康管理のための手帳ですが、いずれのりこちゃんももらわなくちゃいけない日がやってくるわけですけども、では続いていきましょう。クイズ冠婚葬祭。この後、河合俊一、岡村隆史、柳葉敏郎、高橋秀樹、松本明子、菅野美穂が抜けて残り9人。では参りましょうか。クイズ冠婚葬祭。1年の役を払い落とす意味を兼ね、
12月の吉日に行う掃除を何払いという。さあさあ、トナコちゃん。厄払い。厄払い。残念、2番手、ちゃん。お払い。お払い。さあ、うなちゃん。お払い。お払い。厄払いじゃないんですか。大掃除。そうなんですけどね。いや正解はすす払い、はい、ね、聞いたことあるでしょ。必ずこの時期になるとニュースで出てきますよ ね。はい、すす払いということでした。では続いていきます。クイズ冠婚葬祭。ひな祭りの際に飲むお吸い物の具で夫婦円満の印とされるものは何。さあさあ、ひでちゃんですよ。松茸。あのね、ピンクのふ。まゆちゃんどうぞ。エビ。まゆちゃんですよ。うなぎの肝。うなぎの肝。これは実はハマグリ。あの貝殻の大きさとか形がもう一つ一つ違って他のとは絶対合わないんで、夫婦円満の印でハマグリをと言うんだそうですが、はい、ひでちゃん前のめりの姿勢になってます。もういっぱいいっぱいです。急ぎましょうか。行きましょう。クイズ冠婚葬祭。この後、国分太一、榎本加奈子、神田宇野、飯島愛、東照舞、中山秀一が抜けて残り3人。残るは3人、頑張っていただきます。クイズ冠婚葬祭。5月5日は子どもの日、別名何の節句と呼ばれている。あ、さあどうだ。5月5日は高島さん。高島さんどうぞ。5月5日は端午。これはチームズの月の初めの馬の日、はい、まあ、これ当然5と発音するわけですけども、はい、5月5日端午の節句ということになります。はい、さあさあさあ、最下位を争っておりますこのお二人です。来週からメンバー入れてくんない。あららら、あのね、どちらか抜けられなかった方、はい、マイナス50ですからね。そうなんです。行きましょうか。いよいよ最後の問題になるか。最後の問題になるかどうか。ではクイズ冠婚葬祭。元旦におめでたいお酒として飲むものは。はい、たけしさん、どうぞ。お父さん。間違いなく正解です。という言葉には悪魔払いという意味があるんだそうですけれども。僕正月生まれなんですか。最後まで残ってしまいました。光一くんのチームはマイナス50万となります。さあ、盛り上がってまいりましょう。体重ピタリ当てましょう。よく聞いてください。このクイズは至って単純明快です、うん、これから4人の美女が姿を見せます、はい、その4人の体重の合計を当ててください、はいはい、では早速ですね、そのですね、見目麗しき美女をお招きしましょう。美女美女カモーン。いやー、セーラー服。これはもうちょっとお疲れ気味の皆さんにはもってこいのコスチューム。現代社会を代表する4人のコスチューム、はい、これはあれですか。しかし服装のまんまですか。いい着眼点ですね、はい、実際に皆さんに当てていただくのはお肉の体重です。ですから限りなくお肉に近い状態になっていただかなきゃいけないということですから、はい、そうです。これからですね、皆さんにはこのコスチュームを大変申し訳ないんですがお脱ぎになっていただこうということでございます。劇団四季、石丸幹二は知っている。自分の中の輝きを発見する。それもまた上質。上質を知る人のネスカフェゴールドブレンド。骨折、脱臼などの怪我をカバー、日清アクティブパック新登場。新しいパナップはシャーベット入りです。爽やかなこと。そらわてかって、昔はもう爽やかな女子は早い言われて、仕事仕事、男の人はこれ食らわれ。爽やかパナップ、秋の新味出たよ。グリコ。オフタイムカジュアルと
発信基地ウイング神大岡10月1日横浜神大岡に誕生。クライマイトスプライトクーフは本当は全然関係ない。飲みたいから飲むだけスプライトクーフ。あ、鶏団子鍋。鶏肉の団子団子団子味ぽんがしみしみしみよ。ハフハフハフホしみうま。みつかん味ぽんゆずぽん日本のさっぱり味。ザ・グルポイバレー秋のスペシャル。あたくじゃない、あたくじゃない。星の金貨は日テレちゃん。クリーミーな泡、カロリー控えめ、苦みを抑えて飲みやすい。私のビール出た、アサヒファーストレディ。大変申し訳ないんですがお脱ぎになっていただこうということでございます。1番の方だけに乗っていただきます。その数字はお見せいたします。いいですね、はい、はい、やって。では1番の方体重計にお乗りください。どうぞ。これは大ヒントです。さあどのくらいいくんでしょうか。40 41。それでは体重計のシャッターを閉めましょう、はい、クローズプリーズ。さあ早速、さあ皆さん方お乗りいただきましょう。私もどこにいていいのか分かんなかった。さあ所さん、はい、どうなりますか。チアリーダーから女子高生、そしてチアですが変わりました、うん、しかし皆さん、はい、このままですとちょっと皆さんの推理の幅が狭くて、はい、ピタリ賞がたくさん出ちゃうような、はい、そんな嫌な予感がいたします。これからですねとあるスペシャル体重ゲストを1人お招きいたします。スペシャルゲストですから、この方です。乗りました。いいですか、合計この5人の皆さん方の体重でございます、はい、当てていただきましょう、はい、ピタリの場合にはなんと200万、そしてトップでも100万、100万です。それでは皆さん答えを一斉にどうぞ。一番軽く考えたのがナイナイが288、そして一番重いのが夜も引っ張れが316と。それでは皆さんお立ちください。さあ皆さん200キロ台300キロ台全員でございます。200キロ台を書いてるみんな自信はあるか。300キロ台のみんな気合入ってるか。さあでは見てみましょう。オープンザ100キロ。位が0か1ですね。2の方いらっしゃいません。参りましょう。オープンザ10キロ。現段階残ってるのが8組、泣いても笑ってもこれが最後です。オープンザ10キロ。これからこの秋からも楽しい番組、はい、この目白押しの日本テレビ系で皆さん方どうぞまたお楽しみください。お待ちください。それではスペシャルそろそろお別れです。ごきげんよう。